しないのか。大丈夫だよ。うちの部族は石を相手に生きてるから、あれは私たちの象徴の一つなの。それにちゃんと固定されてるから安心して。うちの部族には音楽やダンスが好きな人が多くて、みんなリズム感がすごくいいんだ。外国から来た人がわざわざここに来て勉強したり交流したりしていくこともあるよ。パパとママはダンスを教えたかったみたいだけど、私はやっぱりすごい選手になりたいの。紹介するね。この子は私の仲間で大切な家族のゆうちゃん。あなたたちのこと気に入ったみたい。今のは挨拶したんだよ。家族ってナタでは人間と竜ってそんな関係なのか。ナタは英雄の国だけど竜の国でもあるの。どの部族も竜とは仲良しなんだよ。外から来た人たちはいつもゆうちゃんのことをペットだって勘違いするけど、そんなんじゃないの。ゆうちゃんはいつも一緒に冒険してくれるけど、ゆうちゃんにも自分の家族はいて住む場所があるんだ。共に家族のみんなを連れてうちにご飯を食べに来ることもあるよ。こだまの子の人が一番親しいのはテペトル竜だよ。テペトル竜は人間が好きな竜だからこんな風に仲良くできるんだ。竜にもそれぞれ個性があるから一概には言えないけど、さ、みんな仲間なんだ。うん、やっぱり仲間って言葉がぴったりだと思う。ほら、この子たちもそうだって。うわぁ、お前も来たのか。え、あなたたちにも竜の仲間がいるの。すごくおとなしそうな子だね。ゆうちゃんとも仲良くなれそう。じゃあゆうちゃんたちはゆっくり遊んでて。私大事な用事があるから終わったら戻ってくるね。やんちゃしちゃダメだよ。新しい友達にいたずらを教えるのもダメ。じゃないとゆうちゃんのパパやママに言いつけちゃうから。これはうちの部族が一番大切にしてる最も神聖なものだよ。みんなを守って祝福を授けてくれる大霊の象徴なの。大霊？神みたいなものか。まあそんな感じかな。私たちはみんなエンジンが地上に、大霊が地下にいるって信じてるの。みんな定期的にここに集まって部族の朝から大霊の夢に関する話と大霊の意思の解説を聞くんだ。大霊は過去だけじゃなくて未来も見通せる、すっごく偉い存在だよ。あれ、カチーナじゃないか。どうしてここに。あ、バカルおじさん。紹介するね。おじさんはうちの部族の族長なの。二人はナタについたばっかりの旅人さん。
冒険の経験が豊富なんだって。今はそばで勉強させてもらってるの。こんにちは。単刀直入に言わせてもらうが、カチーナはうちの部族のものだ。俺にはこの子の安全を守る責務がある。どうやって知り合ったのかは知らないが、身分を証明できるものはあるか。え、そんなこと言わないで、バカルおじさん。この人たちは絶対にいい人だよ。私にはわかるもん。感覚だけじゃ両親は説得できないぞ。オイラたちの冒険の証を見せてやるぜ。これまでの旅のことは全部書いてあるぞ。冒険の証？冒険者協会にもいろんな奴らがいるからな。もっと説得力のある証拠がないと。なるほど。お前たち、あの旅人と眷属パイモンなのか？オイラはガイドだぞ。なんでそんな風に呼ばれてるんだよ。まあ、眷属って呼び名は嫌いじゃないけどな。なんだかお前が魔人になったみたいだよな。そこまで驚くことなの？お前聞いたことないのか？全然。彼の元でよく学べ、カチーナ。今まで出会った中できっと一番すごい先生だぞ。そんなにすごいの？でもバカルおじさんがそう言うなら本当にすごいんだね。疑って悪かったな。いいんだぞ。お前って思った以上に責任感が強いんだな。カチーナはまだまだ幼いからな。周りが気にかけてやらないと。おっと、それよりもカチーナ、大会の受付はもうすぐ終わるぞ。どうしてまだ出発していないんだ？大丈夫、まだ間に合うから。他のメンバーには先に行ってもらったんだ。後で追いかけるよ。喧嘩は得意じゃないけど足だけは速いからね。カチーナのやつ心配かけたくないんだろうな。なるほど、邪魔して悪かった。さて、さっきはどこまで話したんだ？俺ならもっと詳しく説明できると思うが。大礼の話が終わって、ちょうど5名の話をしようとしてたよ。おじさんと会えてよかった。私じゃうまく説明できそうにないもん。そうそう、ずっと5名って言ってるけど、それは一体何なんだ？ああ、ナタは英雄の国なんだ。先人の勇ましい功績は物語という形で今まで受け継がれてきた。古名というのはこれらの物語のラベルのように長い歴史の叙事詩を思い出させてくれるものだ。そうだよ。例えば私の古名の一番有名な継承者は27回も旅順者の戦争に参加したんだ。最後に参加した時なんてもう60代のおじいちゃんだったんだよ。体はついていかないはずなのに、それでもその人は彦星矢の巡礼で上位を取ったの。本当にすごいんだ。古名は物語を記録しているが、それだけじゃない。それは代々受け継がれてきたものでもあるんだ。カチーナ、持ってるか？持ってるよ。ほら、これ。わあ、黒い石の中にキラキラしたものが入ってるぞ。とても神秘的な雰囲気だぜ。大礼は適していると思うものを継承者に選ぶ。そして現継承者の行いもまた古名に記録されるんだ。時が経つにつれ古名の有する英雄の物語は増えていき、価値もどんどん高くなっていく。それを受け継ぐ資格を手にした者たちもまたその功績に励まされる。例えば私みたいにね。今でもどうして大礼が私を選んでくれたのかさっぱりだけど、でももしあんなにたくさんの英雄たちも
昔頑張ってきたんだってことを知らなかったらとっくに諦めてたかも。精神的な力っていうと、この石には実際力はないってことか？オイラをもっと強くしたり賢くしたりすることはできないのか？ああ、だからこそ他にはない価値があるんだ。授けられた力で英雄になったとしても、それが人間の努力の成果か力のおかげかはわからないでしょ。確かにそうかもな。そんなことを考えちゃったら励まされるものも励まされないぞ。コメイについてこんな言葉を残した人がいた。人類は奇跡を黒曜石に刻んだが、後世の継承者はそれを力と呼んだ。昨日の奇跡は今日の激励となり、昨日達した限界は今日の目標となる。きっとそういう意味だと思う。だからカチーナも焦る必要はない。コメを手に入れた時に大礼の判断を理解できない者は数多くいた。でも諦めなければ、強さを求め自分を超えていければ、お前だけのチャンスはきっと訪れるはずだ。うん、ありがとうバカルおじさん。私元気出すよ。さて、そろそろ聖火競技場に向かわないとね。あ、あなたたちも一緒に行ってくれるかどうかはまだ聞いてなかったけど。聖火競技場って鬼火星矢の巡礼をやる場所か？うん、試合はそこで行われるんだ。部族間の集会もいつもそこでやるんだけどね。うん、そうだよ。エンジン様は鬼火星矢の巡礼の最重要人物だもん。ひひ、それならちょうどよかった。オイラたちも一緒に行くぜ。二人が一緒なら心配ないな。さ、早く行ってくれ。はい、じゃあ行ってくるね、パカルおじさん。さっきはテンション上がりすぎちゃって、もし目的地が違ったらってことを考えてなかったよ。目的地が同じでよかったね。じゃないと試合が終わるまで会えなくなっちゃうところだった。おじさんに本当のことを言わなくていいのか？うん、バカルおじさんはとても優しい人だから、もし知ったらきっと一緒に大会に出るって言ってくれちゃう。おじさんは年を取った、古傷もあるし、もう試合には出ない方がいいよ。おじさんが大会を見に行ったら本当のことを知っちゃうし、嘘をついたって叱られるだろうけど、これが一番いいと思う。本当だよな。さっきもお前を見捨てた奴らのことまでかばってやってたしな。ううん、そんな風に言わないで。二人を責めないであげて。私たちナタ人にとって鬼火星矢の巡礼は本当に大事なんだよ。私たちは小さい頃から英雄の物語を聞いて育つ。だからみんなナタを守る強者になることに憧れてる。これは別に自分のことばっかり考えてるってことじゃなくて、自分の力を捧げたいと思ってるの。まあいいか。聖火競技場で鬼火星矢の巡礼の盛り上がる雰囲気を見れば考えも改まるかも。私たちの文化と歴史を体感してもらうのにはいい機会になると思うよ。あっちに行けば児玉のこの集落から出られる。それから最後のスポット、七天神像もあそこにあるよ。さあ行こう。